攻撃、セルティック古橋強吾、宿敵レンジャーズ相手に豪快ミドルで海外のファンが絶賛。セルティックがスコティッシュプレミアシップ第21節でレンジャーズをオールドファームに迎えた。現在スコティッシュプレミアシップの首位はセルティックだが、2位のレンジャーズは消化数が2試合少ない中で5ポイント差。セルティック本拠地での今回の一戦は、今シーズンの優勝争いの行方を占う上で非常に重要な大一番となる。1点リードで迎えた後半開始早々、セルティックが右サイドの高い位置でボールを奪うと、マット・オライリーからゴール中央の古橋にパスが入る。対峙するディフェンダーをかわすと、左足でミドルシュートを放つ。これがゴール右へ吸い込まれ、セルティックに大きな追加点をもたらした。古橋にとっては2試合ぶり今季リーグ戦8ゴール目となった。マジかよ、なんてゴールだ。これはすごすぎるシュートだ。信じられないぐらい素晴らしい。強豪がまたしてもレンジャーズを悩ましている。卓越したフットワークと破壊的なフィニッシュだ。俺の子供と妻と車をあげるよ。強豪のゴール時のボールボーイの反応。前髪パスを出さなかったから俺は怒ろうとしたところだったわ。もうテレビを消すわ。